ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、本作で3本目になります。現在地は広島市内で一泊したホテルの部屋の中です。このホテルの詳細についてはショート動画をすでに出していますので、概要欄のリンクからご覧いただければと思います。広島と聞いてやはり思いつくのが原爆ドーム、そして平和記念公園、もちろん長崎もありますけれど、戦争について考えるのに適した場所ではないのかなと思います。そんなわけでまだ日も昇らない時間ではあるんですが、チェックアウトして今回の目的地に向かいたいと思います。一晩お世話になったホテルの外に出ました。さて、そろそろ広島市内の路面電車が動き出しますので、路面電車に乗ってまずは原爆ドーム見に行きたいと思います。恵比寿町という路面電車の駅に着きました。もうすぐ来るそうです。広島というと路面電車のイメージ強く持っています。本通りという駅に降りました。本当は原爆ドーム前の駅で降りたかったんですが、広島の路面電車のことを知らずに乗ってしまったことにも問題はあったと思ってます。ただそれほど遠くないらしいので、ここから原爆ドームまで徒歩で向かいたいと思います。本通り駅の向かい側にこのような石碑が立ってました。見つけました。これが原爆ドームです。これから平和記念公園に足を運ぶんですけれども、すぐ近くに爆心地があるんです。今回初めて実際に見て心が締め付けられるような気持ちになりました。後ろに書いてあるんですけれど、1996年に世界遺産に登録されてよかったと思うと同時に、人が人の命を奪う行為が続いている中で非常に大きなものがあるなぁと強く感じました。それでは原爆ドームを後にして爆心地に向かいます。ここからそんなに遠くなかったはずです。周囲ビルに囲まれてひっそりと石碑が立っているだけという情報を得ているんですけれど、実際に見て平和の大切さ、思いを深めていこうと思います。これが爆心地を示す石碑です。リトルボーイという原子爆弾、爆心地の約600メートル上空で炸裂、周囲一帯を焼け野原にして20万人以上の人が犠牲になったそうです。プライバシーの関係から差し控えますが、今この場所には個人クリニックが入ってます。原爆ドーム爆心地お見せしました。いよいよ次は平和記念公園です。
すぐ平和記念公園です。平日ということもあってとても静かで趣ある都市公園の雰囲気を強く感じます。園内には千羽鶴による平和へのメッセージ飾られています。中にはこのように平和と折り鶴を使って文字にしたり、平和を願う人々の思いが折り鶴に込められている気がします。今気がついたんですが、折り鶴データベースにご登録をということで、投函用紙と投函用のポストが設けられています。折り鶴を折られた方のお気持ちを大切に残すため、お名前、団体名、折り鶴の数などを記録し公開するとあります。うわぁ、これは本当に切実だ。これは僕らの叫びです。これは私たちの祈りです。世界に平和を築くためのということで、このモニュメントを上で見ていくと、折り鶴をかたどった鐘がありまして、外側もこのようなデザインのモニュメントになってます。平和の池、平和の灯火、中入れるのかな。あれが平和の灯火です。よく考えられているなと感じた部分があって、この場所から先ほどの原爆ドーム見ることができるんですね。おそらくこの公園の設計を考えられた方は、向こう側から原爆ドームまでを全て一直線に結んで平和への強いメッセージを込めたんじゃないかなって感じました。こちらにテレビでよく見かけるモニュメントあると思うんですが、ここから平和の灯火や原爆ドーム一直線で見ることができます。また公園の関係者の方から、 G7 のサミットを行われた時、各国の首脳がここで記念撮影をし、そしてローマ法王もこの場所に訪れていると教えていただきました。関係者の方にきちんと許可を取っていろいろと撮らせていただきました。ここ最近のことで言えば、再生回数を稼ぐために広島の方々を侮辱する投稿者などもいたり、本当に胸が痛い思いをしていました。と同時に、僕はそうなってはいけないなと思ってこの撮影に臨みました。どのように映ったか分かりませんが、広島の方々、それから戦争のない世の中を願っている人々のお役に立てれば嬉しいなって思いました。今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の広島山口編4本目の作品は、広島イーストパスが2日間利用できるんですけど、今の状況だと1日分損をする形になってしまうので、ショート動画でしかお見せしていなかった三原、そして尾道、広島イーストパスで2つの街を一人旅してみようと思いますので、次回の配信もどうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。